八幡誠は、スウェーデン出身の日本の元アイスホッケー選手。ポジションはフォワード。スウェーデン人の父と日本人の母を持つ。少年時代、HC チェスカモスクワのイーゴリラ・リオノフ、セルゲイ・マカロフ、ウラジミール・クルトフのラインに憧れた。スウェーデンエリートリーグで1シーズンプレーした後、20歳で来日し、国土アイスホッケー部に加入した。オリンピック。 日本代表になるためには、最低3年間は日本でプレイする必要があった。アイスホッケー、日本代表として長野オリンピックに出場。13位決定戦のオーストリア戦では、終了間際の PS を決めて、勝利に貢献した。1998から1999の第33回日本アイスホッケーリーグでは、キャリアハイとなる37試合23得点。 41アシスト、64ポイントを記録し、最多アシストと最多ポイントのタイトルを獲得。国土では8シーズン過ごし、その間5回優勝した。2002年から HC ミュルーズ、2003年からはベルファストジャイアンツでプレーしていたクワハラライアン春尾の誘いもあり、マンチェスター・フェニックスでプレーした。2004年に再来日し、王子聖子に移籍。2005年引退。 同年、ノルディック・バイキングスの初代 GM に就任。しかし1シーズンで事実上の解散。その後帰国し、NHL ・アトランタス・ラッシャーズのスカウトに就任。2008年よりサンノゼシャークスのスカウトを務めている。ありがとうございます。